職場の嫌いな人と打ち解ける方法。精神科医カバサワ旬のカバチャンネル。まあ、皆さんの職場にも嫌いとまではいかなくても、こううまくいかないとかですね、なんかちょっといけすかないとかですね、あるいはちょっと話しかけづらいとかですね、まあ、そういうちょっと人間関係がうまくいってない方っていうのは必ずいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でそういう人とうまくやっていくっていうのは結構難しいと思うんですよ。こっちからなんか話しかけようとしても、なんか向こうの方でこうスーッとこう下げたり、話しかけづらい雰囲気があったりしてですね。でもまあ今後のことを考えると、そういう人間関係を仲良くやった方が多分職場のムードも良くなってうまくいくんじゃないかなと。だからできればそういう気まずい雰囲気の人ともですね、仲良くやれるようになればいいなって多分思ってる人もいるんじゃないかなと思うんですね。これをどうすれば解決できるかというとですね、いい解決法がありますね。まずですね、人と仲良くなるにはどうすればいいかという、そういう心理法則があります。それはザイオンス効果という非常に有名な心理法則があるんですが、接触頻度が増えれば増えるほど親密度はアップするという法則です。分かりやすく言うと、何度も会えば仲良くなりますと。何度も会うというのは、たくさん言葉を交わして顔を合わせて毎日話をすれば仲良くなりますっていう、そういう法則ですね。で、仲の悪いそういう人っていうのは話をしないんですよ。例えば皆さんもどうですか、職場で話をする人っていうのは仲のいい人ですよね。仲のいい人と話をするからもっと仲が良くなっていくて、仲の悪い人は話をほとんどしないので関係性は良くなりません。だからそういう仲の良くない人と関係性を良くしたいのであれば、接触頻度を増やして会話の量を増やせばいいということです。そうは言っても向こうからも避けられていたりするとですね、なかなかこの接触頻度を上げることっていうのは難しいし、会話を増やすことっていうのはできません。じゃあどうしたらいいのかっていうことでね、まあ、私なんかも昔やってたんですけど、医者でですね、看護婦さんとかとうまくこうコミュニケーションを取っていかなきゃいけないんだけど、結構やっぱ気難しい看護婦さんとかいてですね、うまくいかない場合とかがあるんですよ。それはじゃあどうしたらいいのかっていうとですね、飲み会とかでですね、わざとその人の隣に座るんですね。最初嫌がられますけども、自由に席に座る感じなので動くわけにもいかないということで、隣に座っちゃうともう強制的に話すしかありませんから、まあそういうふうにしてちょっとね、お酒でも飲みながら腹を割って話すとね、意外と気難しいと思ってたけど実はいい人だったとかですね、よく話してみると、ああそういうことでこちらにもちょっと悪いことがあったなとか、こういうところが不満だったんだなっていうのが分かってですね、コミュニケーションを取ればですね、ちゃんと仲良くなれるんですよね、人間っていうのはほとんどの場合ですね。だから実は皆さんが誰かさんとうまくいってない場合は、コミュニケーション量が足りてない可能性があるんですよ。本質的にその人との何かこう埋められない溝があるわけではなくて、単にコミュニケーションの量が少ないだけである可能性が高いです。だからコミュニケーションの量を増やしてあげればいい。普段から話をかけたり挨拶したり雑談をしたりするってこともいいでしょうし、今のように飲み会で隣に座ってですね、じっくりと話をするとですね、意外としっかりとコミュニケーションを取るといい人だったということもありますので、仲の悪い人ほどコミュニケーション量が減っていますので、ぜひ意識的にですね、コミュニケーション量を増やすということで、かなりそういう人間関係というのは改善すると思います。